日本、北海道、北海道の気候、北海道全図。北海道の気候としてこの項目では、北海道の気候の特徴を解説する。北海道総合振興局、振興局区分図西岸海洋性気候や、温暖湿潤気候が見られる。道南の一部沿岸地域を除くと、ほぼ全域が寒帯湿潤気候である。夏と冬の温度差が大きく冬の積雪は、寝雪となる。 道内全域が豪雪地帯、一部地域は特別豪雪地帯になっている。道北、道東は寒さが非常に厳しく、沿岸部を除くほぼ全域で最寒月の平均気温がマイナス8度以下となり、マイナス30度以下まで下がることが多い。そのため、道内近辺で使用される自動車等は寒冷地、使用でなければならない。地域により日本海型、 東日本型に属する。気温は、夏冬とも一般に、日本海側で高く、オホーツク海、太平洋側で低い。日本海側、太平洋側西部の地域は、月平均気温が0度以下となるのは1、2月で、冬の降雪のためこの時期の降水量は多くなる。最多降水月は9月である。太平洋側東部の地域は8.9月が、最多雨月で、 冬季は乾燥する。オホーツク海側の地域は月平均気温は12月から翌3月まで0度以下で、降水量は8.9月に多くなるが、年降水量は少ない。太平洋側沿岸部では夏には霧が発生し、夏でも気温が25度を超えることが少なく、30度を超えることは極めて稀である。内陸の盆地部は気温の年角差が大きく、 冬季にはマイナス30度以下になるなど、記録的な低温を示すことも多い。特に、名寄盆地、上川盆地、雨流川周辺などは、最も寒さが厳しく、マイナス40度以下の気温が、観測されている日本の環境である。道南の沿岸地域は、道内では、最も温暖で、東北地方と似通った気候であり、植生も類似している。札幌などの都市部では、 都市化などの影響により、冬季の気温が急激に上昇している。北海道地方には、梅雨がないとされ、気象庁でも、北海道の梅雨入りは発表されていないが、特有の現象として、本州方面が梅雨期に突入する夏の初め頃太平洋側を中心に、オホーツク海高気圧がもたらす冷たい北東の、季節風の影響により、ややしばらくの間、 曇りがちで肌寒く、すっきりせずにぐずついた天気になることがある。これをエゾ梅雨という。ただし、直接的な梅雨前線の影響に起因するものではなく、性質も異なることから気象庁では梅雨とみなしていない。また、直接的な台風の襲来も少ない。ただし、北上、またはすでに他の地域での上陸を経て勢力が衰え。 暴風域のなくなった状態での上陸、あるいは温帯低気圧となってから上陸することは多い。この場合、温帯低気圧は台風と異なり、温度差がエネルギーのため、台風が持っていた暖かい空気と北海道以北の冷たい空気との温度差が大きくなることから発達し、道内に被害を与えることがある。稚内からルモイにかけての日本海側沿岸部は、 海洋性気候のため、冬の冷え込みは厳しくなく、特に南部は温暖である。だが、北西、北からの季節風が強く、吹雪となる日が多い。また、日照時間も1日2時間程度となるなど短く、日中でも気温はあまり上がらないことが多い。オホーツク海側沿岸部の冷え込みは、日本海側より厳しくなり、流氷が節眼する2月上旬以降の寒さが、 最も厳しくなる。夏は、オホーツク海高気圧の影響で冷涼な気候となり、曇りの日が多くなり、沿岸部では30度を超えることはなく、夏日でさえ記録されない年もある。オホーツク海側の夏は、より温暖で、フェーン現象の影響を受け、時折真夏日を観測することもある。一方、内陸部では冬は、非常に、寒さが厳しく豪雪地帯となるが、 風は弱いため、吹雪は少なく穏やかである。風が弱い分、晴れた朝などは放射冷却現象により、気温はマイナス30度を下回ることが少なくない。反対に夏は、真夏日を観測することも多く、特に、上川盆地では、日中は暑くなるが乾燥しており、朝晩は涼しくなるために過ごしやすい。日本の環局東北の内陸部は、 日本屈指の環境地帯となっており、過去にはいくつもの地点でマイナス40度以下の気温が観測され、日本で最も寒い場所とされる。特に、ナヨロボンやシュマリナイコ周辺の雨流線流域地域は最も厳しく、朧かな遺町の母子里地区では、 国大農学部附属演習林による観測で1978年2月17日に氷点下41.2度という日本の戦後の最低気温を記録している。また、微不課町では戦前の1931年1月27日に氷点下41.5度が観測されており、日本の公式な最低気温記録となっている。 旭川市でも1902年1月25日にマイナス41.0度が観測されているが、近年は都市化と温暖化の影響で中心部ではマイナス30度以下まで下がることさえなくなった。しかし、郊外の高単別地区では21世紀に入ってもマイナス35度以下の気温が観測されている。その他、個人による観測では、 歌登場ホロベツ地区でマイナス44.0度、名寄市風連町でマイナス45.0度まで下がったという話もあるなど、各地でマイナス40度を下回る気温が観測されている。同等の気候は大きく和方津区海側と太平洋側に分かれるが、一般に冬の寒さは非常に厳しいものの、降雪はそれほど多くないのが特徴であり、 年間降水量も少ない。夏の気候は、十勝とオホーツク地方で暑く、釧路地方、根室地方は冷涼と大きな違いがある。オホーツク海側は春から夏にかけて、フェーン現象が起こりやすく、内陸では猛暑日を記録することもあるなど、上川盆地とともに、北海道内で最も高温となる地域である。フェーン現象により5月や6月でも真夏日を、 観測することもある。しかしながら、暑さは長続きせず、オホーツク海高気圧が停滞する時期には、季節が逆戻りしたかのように、冷たい雨やみぞれが降るほどの気温へ急降下することさえある。そして、生活期に当たる7月下旬から8月中旬頃にかけて、太平洋高気圧が勢力を増すと、再び暑さがぶり返すなど、 気温差が非常に大きい。また、門別や、ウトロなどの沿岸部では真夏に、フェーン現象が起こると熱帯夜を記録することさえある。冬季は、流氷が雪岸する2月に最も寒くなり、内陸を中心に、氷点下20度以下の厳しい寒さとなる日が多い。また、降雪はそれほど多くはないが、冬の終わり頃発達した。 低気圧が湿った土下雪を降らし、大きな被害を受けることもある。特に冬型の気圧配置が長続きしない暖冬の、年に、降雪量が非常に多くなる。オホーツク地方は、年間を通して日照時間が長く、晴天に恵まれた気候である。太平洋側夏は、沿岸部で非常に冷涼であり、最短月の平均気温は16から17度ほどで、ある。これは、 ヘルシンキやストックホルムなどの北欧諸国と同程度であり、モスクワより低い。欠片の気候区分の亜寒帯気候に属する地域もある。真夏日を観測することは非常に稀であり、夏日も年間通しても10日未満である。これは寒流である親潮の影響が大きいためである。この地域特有の霧も寒流によって空気が冷やされることで発生し、 霧の都と呼ばれる、釧路地方は、海無が頻繁に発生する。沿岸部は、海流の影響で夏は涼しく、冬は乾燥しほとんど雪が降らない。一方、霧がかからない、内陸部では、霊下などを除き例年数日程度真夏日を観測し、ごく稀に、河湯温泉や赤ん湖畔などで猛暑日を観測する、こともある。冬は、日照時間が多く、 晴天に恵まれるため、海洋性の根室半島を除くと、冷え込みは厳しく、串路などの沿岸部でさえ、マイナス20度を下回ることもあり、内陸では、連日のようにマイナス20度以下の厳しい寒さとなる。特に、川湯温泉と阿寒湖は、寒さが厳しいことで有名であり、ダイヤモンドダスト観測などの観光イベントなども、開かれている。降雪量は少ない。 根室串路地方と違い、内陸性気候の影響が強いため、夏は暑く冬は寒さがより厳しい。年格差、比格差ともに日本で最も大きい地域である。夏は各地で真夏日を観測し、猛暑日を観測することもある。しかし、朝晩は非常に涼しくなり乾燥しているため、過ごしやすい。4月から夏にかけては、 フェーン現象も起こりやすく、突発的に異常高温となり、5月でも真夏日になる、こともある。冬季は、日本屈指の寒冷地域であり、東北の内陸部のように、冷下35度を下回る猛烈な、寒さは少ないものの、雲に覆われやすく、冷え込まない日も多い東北内陸部に比べて、十勝では、晴天率が非常に高く、放射冷却現象が起こりやすい条件が、 整っているため、連日のように朝晩は猛烈な冷え込みとなる。そのため、平均最低気温は非常に低く、陸別町や幕別町では1月下旬から2月上旬にかけての平均最低気温はマイナス20度以下に達する。日中は晴れるため比較的気温は上がり、比較差は20度に達することもある。降雪量は比較的少ないものの、 冬型の気圧配置が崩れ始める2月から3月にかけては低気圧の発生によって突発的な豪雪となることも多い。暖冬の年ほど多雪に見舞われやすい。日本海側か太平洋側かによって大きく気候は異なる。日本海側は夏、冬ともに気温が高く太平洋側は低い。石狩平野はその中間点でもあるが、 産地によって隔たれないために、明確な境界線は引きにくい。しかし、札幌市清拓から、千歳市にかけてが、日本海側気候と太平洋側気候の、混合地帯とされる。欠片の気候区分ではほぼ全域が、冷帯湿潤気候に属するが、シャコ半島南部以南の日本海側沿岸部、室蘭市のある江戸も半島、日高地方の浦河以南から、 エリモ岬にかけての太平洋沿岸部が温帯に属し西岸海洋性気候とされることもある。道央の広い範囲が日本海側気候に属する。陶器は特に沿岸部で温暖であるが、降雪量、積雪量ともに多く、豪雪地帯となる。季節風も強いため、石狩平野などでは地吹雪となることもある。また、 爆弾低気圧が直撃すると、一晩で1メートル以上の豪雪を記録することがある。しかし、日照時間が少なく、放射冷却が起きにくいために、特に沿岸部では、冷え込みは緩い。内陸の滝川や深川など、空地北部は、非常に寒冷、豪雪で、気温は、しばしば25度を下回る寒さとなる。尻ベシの妖帝山周辺も冬季は、 豪雪地帯となり寒さも非常に厳しいため良質なパウダースノーを用した世界屈指のスキーリゾート地となっている。一方、夏季は太平洋側に比べると比較的暑くなり、もう暑日こそないものの札幌では都市気候の影響を受け、特に近年は最低気温が下がりにくくなっている。降水量が最も少ないのが6月である。絵には、 千歳などの位置する石狩平野南部や、馬追丘陵の地域から南へ行くほど、太平洋側気候の影響が強くなり、夏季は冷涼、冬季は寒さが非常に厳しく、マイナス20度以下の冷え込みが続くこともあるが積雪は比較的少なく日照時間も比較的多く穏やかな気候である。イブリ、日高の太平洋側は夏は冷涼であり、 沿岸部では三十度を超えることは非常に少ない。これは南方から吹きつける高温多湿の熱風が親潮の上を通って冷やされるためで沿岸の街は海無に覆われることも多い。冬季は伊達や室蘭のあるいぶり西部や日高南部の沿岸部は温暖な一方、内陸部は放射冷却により冷え込み、夜間や朝方はマイナス二十五度まで下がることも少なくないが、 雪は多くない。特に沿岸部は冬の日照時間も多く日中は比較的暖かくなるため一年を通じて穏やかで過ごしやすい気候と言える。夏から秋にかけては年間のうち最も降水量が多く、オロフれ山系の南東側にあたる登別市や白老町では短時間に大雨をもたらすことがある。また、噴火湾に面した豊浦町などがある。 胆振リ地方北西部や伊達市の旧大滝村地区、東野古町の旧東野村地区などの胆振リ内陸部は日本海側気候であり、降雪量が多く特別豪雪地帯に指定されている。ほぼ全域が日本海側気候に属する。欠片の気候区分では日本海側沿岸部など一部沿岸地域を除き、亜寒帯湿潤気候に属する。日本海側の沿岸部は、 津島暖流の影響で夏、冬ともに、北海道の中では最も平均気温が高く、欠片の気候区分では、温暖湿潤気候に属する。最南端のまさきの1月の平均気温はマイナス0.9度と対岸の青森よりも高い。これらの地域は、冬季の日照時間は、非常に少なく季節風が強く、冬季の走行雪量は多くても、風速と気温の影響で積もりにくい。 アッサブ町、イマカネ町などの内陸部は、雪も多く、冬季はマイナス20度を下回ることもあり厳しい寒さとなる。また、夏季は蒸し暑くなり、過去に北海道の中でも珍しい熱帯夜が観測されたことも何度かあり、本州の日本海側の気候に非常に近い。一方、函館市のある津軽海峡沿岸部から太平洋沿岸部中部にかけては、冬季は、 平均気温マイナス3度前後で、比較的温暖。夏季は平均気温が21度前後と比較的冷涼である。欠片の気候区分では、温帯と亜寒帯の境目に位置し、西岸海洋性気候とされることもある。沿岸部でも夏は霧が出ることは少なく、冬季の積雪量も、気こない街を除けばそれほど多くなく、道内ではとりわけ過ごしやすい気候である。 おしゃまんべ町など、内浦湾沿岸北部の夏はとても冷涼で、イブリ地方と同様にしばしば海切りに覆われる。日本国内の霊に漏れずに、年間を通しての温暖化が進んでいる。特に冬季の高温化は、90年代以降著しく、例外的に1998年や2001年の、ような寒冬になる年もあるものの、ほとんどの年が暖冬となっている。 特に1990年代前半と2000年代後半の記録的な暖冬続きの影響を強く受けているためで1981年から2010年の30年間平均値が適用された新平面値における冬季の気温上昇率は東京などをしのぎ全国有数となった地域が多い。気温数値だけを見ると 1961年から1990年の平年値では寒帯に属していた函館や浦川は温帯へと変わっており札幌の最寒月の新平年値はマイナス3.6度となっているこれは一般に高緯度ほど温暖化の影響を顕著に受けることを表している特に札幌を中心とするヒートアイランド現象による都市部の温暖化は顕著であり 季節を問わず年間を通して最低気温の上昇率が甚だしい。実際、100年間の間に1月の最低気温は札幌で6.5度、帯広で6.3度と大幅に上昇している。また、都市部のみならず、しりのように都市化がそれほど進んでないと言われるような地域でも高温化が進んでいる。これは、 地球温暖化によるオホーツク海の流氷の減少や日本海の水温の上昇、偏西風の影響による寒気の吹き出し先の変化など複合的要因があるとみられる。一方、北海道においては暖冬となるほど降雪量が増す傾向もあり、特に太平洋側の地域ではそれが顕著である。これは北海道の雪は本来 水分を多く含まないサラサラのパウダースノーであるが、温暖化によって、水分を多く含む、湿った、重い雪となっているからであり、北海道においては、冬季の温暖化と、降雪量の減少は比例しないことが多い。湿った、重い雪の増加は除雪作業の大きな負担となりつつ、ある。夏季においては、冷夏となる年も少なくなく、 当期ほどは高温化は進んでないものの、2007年や2010年のように各地で最高気温の記録を塗り替えるなど猛暑となる年が増えている。例えば、2010年6月には、北見で全国初の猛暑日を観測したり、冷涼なくしろで6月に32.4度という最高気温記録を大幅に塗り替えるなどという現象も起こっている。さらに、 おほうつく沿岸部や東南地域、また札幌市やその周辺の地域でも熱帯夜が観測されるということも起こっている。例年6月に入ると本州付近に停滞して本格的に大雨長雨をもたらす梅雨前線の活動も最終的に北海道付近に達する頃にはその活動も弱まり、 本州付近に見られるような長雨の状態が続くのは稀であった。このことから北海道には梅雨がないと従来より定義されてきた。だが近年、北海道上空に勢力を保持した状態で梅雨前線が留まる現象が状態化している。特に2010年を境として2011年頃から毎年梅雨期には 道南西部を中心に長雨に見舞われるようになり、北海道にもエゾ梅雨と違う本格的な梅雨が現れているとの指摘もある。さらに局地的なゲリラ豪雨と言われる現象も道内各地で目立つようになり、特に2018年6から7月に発生した平成30年7月豪雨は大雨に慣れていない道東部を中心に大きな被害を出した。近年、 北海道の中でも特に、オホーツク海沿岸部の2月の高温化が著しい。しりの最寒月である2月の新平年値は全、平年値から0.6度も上昇自然国の干渉の中でもトップである。これは本来であれば2月になると、オホーツク海沿岸部が流氷で完全に埋め尽くされる、ことにより、沿岸地方でも内陸性の気候の特色を有するようになる。 その結果、内陸のように厳しい冷え込みをもたらし、平均気温を押し下げていたものが、近年では完全に流氷で埋め尽くされることが少なくなった結果、海洋性の特色が維持されるために最低気温が下がりにくくなり、平均気温の上昇をもたらしているとも言える。大まかに、札幌の気候は特色により日本海側、内陸、山岳地帯の3地域に分けられ、 特に冬場は気温や降雪量などの点で大きく違うことも多い。札幌市では区ごとの降雪量を公表している。各区にある土木センターの平均累計降雪量で比較すると以下の表のようになっているが観測地点の局所的影響も大きいため同じ区内でも降雪量には差がある。日本海側中央区、西区、豊平区、丁寧区、 帰宅の大部分、東区、白石区の一部などに該当し、札幌気象台が置かれている地域である。従って一般に、札幌の気候といえば、この地域を代表していることが多い。夏は、北海道の中では蒸し暑く、冬は、どん天と豪雪地域となる。特に季節風の影響を直接受けやすい帰宅や、東区は、 市内有数の豪雪地域として知られている。季節風が西風の場合は、手稲山が雪雲を遮断するため、北区や東区へ雪雲が流れる一方、中央区などは影響を受けずに降雪量が少なくなり、逆に北風型の場合は、中央区方面なども降雪の主体となるなど風向きによって、降雪量の地域差も非常に大きくなる。 冬は晴れ間が少なく、風が強いために、北海道としては、冷え込みは、比較的緩く、マイナス20度前後まで下がることは、極めて稀である。そして、西区から、中央区にかけての札幌中心市街地は、もともと蒸気のように放射冷却が起こりにくい地域で、あるのに加えて、ヒートアイランド現象の影響を強く受けるために、気温が下がらず冷え込みは、 さらに緩くなり、近年では最低気温がマイナス10度以下になる日数も急減している。それと同時に、夏季においては夜も気温が下がりにくくなり、最低気温が20度を下回らない日が増加している。このように季節を問わず、朝晩の最低気温が北海道で最も高い地域の一つである。北区や東区は石狩市の気候により近い。 内陸厚別区、清田区のほぼ全域と、白石区、豊平区、南区、東区の一部などが該当する。日本海側気候よりも、より内陸性の特色が強く出てくるために、全般に、昼夜の寒暖の差が激しい。特に、厚別区、清田区は顕著な内陸性で、札幌では、比較的冷え込みの激しい地域である。 札幌駅から南西に7トルほど行った札幌ドームに隣接する北海道農業研究センター気象観測路上での観測ではほぼ毎年のようにマイナス20度前後の気温が観測されている。降雪量は地域や年ごとのばらつきもあるが冬季の日本海からの湿った季節風の影響を受けにくいためおおむね日本海側よりも小雪である。また、 夏季は太平洋側の影響をも受けるために比較冷涼であり、特に朝晩は非常に過ごしやすい。全般に札幌気象台の気候よりは、東部は江別市、南部は江庭市や千歳市の気候により近い。山岳地帯南区の広い範囲を占める。他に手稲区や中央区、西区にも山岳地帯がある。気候は寒い印象があるが、高台や 斜面などは、逆転層の発生などにより、放射冷却の影響は受けにくく、内陸平地と比べるとそれほど、強い冷え込みとはなりにくい場合も、少なくない。以下は、各年代の理科年表における、札幌市の各月の月別平均気温、被災低気温月別平年値、被災高気温月別平年値の変化である。10年ごとに更新される、札幌の平年値は、 年々上昇しており、特に冬季の上昇は、東京と並んで、日本で最も急速に進んできた。新平年値を見ると、東京や大阪、名古屋などの本州の他の大都市の冬季温暖化が、鈍化しつつある傾向が出ているのに対し、札幌は、近年さらに、冬季の温暖化がより一層増しており、新平年値でも冬季は大幅に温暖化した。冬季の最低気温の上昇は、 日本一激しい年となっている。春、秋も最低気温が大幅に上昇している一方、夏季の最高気温の平年値はそれほど上がっていない。近年の札幌の冬はヒートアイランド現象が顕著になっており、1月の最低気温の平年値がこの100年間で6.5度も上昇した。その結果、近年、札幌気象台が設置されている中心部では、 玄関期に最低気温がマイナス20度前後に下がることは皆無となり、それどころかマイナス10度以下まで下がることも激減した上、さらには1月の最低気温の平年値より低くなることさえ少なくなった。ところが、極端に冷え込みにくくなっているのは、気象台の位置する札幌中心部市街地であり、隣接する江別市や江庭市。 沿岸部の石狩市のアメダスの気温と比較してみても、札幌中心部の冬季の最低気温が突出して高くなっている。特に、厳しい寒気に覆われた日の晴れた無風の朝など、放射冷却が起きやすい環境の時は、10度以上の差になることもある。例えば、2012年2月1日の最低気温は、 札幌市マイナス10.6度、石狩市マイナス19.5度、恵庭市マイナス21.9度、江別市マイナス24.6度などとなっており、札幌県内でも非常に大きな差が見られる。札幌市内においても、気象台から南西に7から8キロメートルほどの札幌ドーム横にある北海道農業研究センター気象観測路上では、 同日にマイナス19.4度を記録しており、また、本来冷え込みにくいはずの沿岸部の手稲区山口のアメダスも、同日にマイナス15.1度を記録している。このように、同じ札幌市内といえども、中心部と郊外では、冬場の最低気温には、非常に大きな差があり、マイナス10度以下でさえ下がりにくくなっている、中心部と比べ、 郊外ではマイナス20度前後の冷え込みも暖冬傾向の顕著な近年でも記録されていることがわかる。特に内陸性気候を示す厚別区や清田区の最低気温は中心部とは大きく違うことがある。冬季の最低気温では中央区や西区が最も気温が高く周辺へ行くに従って低いというドーナツ状の等温分布を示すことが多い。 また、すでに約40年前の北海道大学の論文では、市内の市街地、住宅地と農地、緑地との温度差なども極めて大きいことを示しており、都市化がより一層進んだ現在、その差は一層激化しているものと見られ、そのことは、中心市街地にある、気象台と比較的環境が良好な北海道、農業研究センター気象観測路上の、 最低気温の差によく現れている。一方、冬季の温暖化の割には、降雪量は減っていないのが特徴である。以下すべて観測期間10年未満の地点を除き、瞬別平均気温平年値順に掲載した。極地上1点は平年値が、ランキング外でも掲載し、平年値と地点名を車体字で示した。出典は、気象庁電子閲覧室より。ありがとうございます。